ちは、ゆうこ大河です。どうも。今日はね、今日だけじゃなくてもうこの時期でちょっとずっと家にゴロゴロしたりとか本読んだりゲームしたりとかもしてるんですけど、こういう時はね、日本の、好きなところをなんかもう一回見つけたっていうか、もともと日本大好きで7年前から日本に住んで始めたんですけど、なんかこの時の特になんか気がついた日本の優しさのところをなんかちょっと紹介したいと思います。まずもう本当家にもういすぎてもう完全に日本語悪くなってくるなんですけど、ちょっとちゃんとね字幕とかつけてたりとかしてるので、わからなかったら普通にコメントとか聞いてください。で一つのなんか違い、外国との違いの感じしたのは SNS ネガティブじゃないことですよ。なんかいつも通り Twitter やったりとか Instagram からのなんか日本人ファンからのメッセージがいつも通り優しくて、なんかすごくちょっと頑張れとか良くなるよねとか、結構ポジティブの方はものすごく多くて、なんかステイホームというのメッセージがなんか強くいい感じるだと思いますよね。だから正直いいかどうかわからないけど、なんかたまに忘れちゃうんですよ。あ、今この時期だなって。あ、なんかちょっとだけね、ずっとなんか長く家にいる時間を過ごすというの方がメッセージが頭に入ってきてるから、なんかすごくリラックスしてる。なんか最近があんまり Facebook とか、そういうなんかあんまりネガティブのメッセージがそこまで読みたくないから、あんまり見ないようにしてるよね。自分もたまに落ち込んだりとかもしてるんですけど、結構日本人の方はすごい優しくて心配されたりとか、なんか優しいコメントいただいたりとかもしてるから嬉しいよね、それは。あと、これはね、一番大事なことだと思うんですけど、そういう国からもらうお金が外国人にももらえるようになりましたということですね。私みたい日本で働いてる外国人さんにも10万円もらえることなんてやっぱりすごく助かりますよね。もう家賃とかもういろいろどこまで仕事なくなりますね、ものすごく多いんですよ。特に4月とか5月はね、なんか日本のいろんなイベントとか PR、オリンピックの前だったから、ものすっごく忙しくて、スケジュールがやばかったなのに、キュウリがポンって、なんか、すげえもう、キュンって減ってて、どうしようってすげえ心配になったりとか、めっちゃ落ち込んだりとかもされてるんですけど、やっぱりそういう外国人でも、でも日本にはちゃんと働いてるというのを認めてくれて、そういう10万円のものがもらえるなんてやっぱり助かります。イタリアにもなんかお金がもらえるってお技を聞いたなんですけど、正直そこまで決まってない。なんか自分の両親に聞いたら、でもまだはっきりわからないみたいらしくて、でもちょっと少ない気がする、お金が。って気がしてたから、まだこっちの方がラッキーだったかもしれない。あ、今月は普通に家賃が払えるから、あ、よかったねって。あとすごくびっくりしたのは、多分言い方も優しいんですよね。なんかここから出るなとかじゃなくて、出ないようにしてください。だからもう自分で一人一人でもう責任自分で取って出ないようにしてるのは、やっぱりなんかそれはね、人によって考え方は違うんですけど、こっちの方がストレスが感じないんですよ、正直。私から見るとね、やっぱりイタリアの友達とか話を聞くと、本当に辛いなって思ったんですよ。本当に辛いけど、日本はもうちょっと緩めで優しいんですよ。あとはやっぱり人のマナーによってそれはね違うなんですけど、もうそれはやっぱり人として自分の責任を持たなくちゃいけないと思います。あとすごくびっくりしたのは、そういう言い方ですると、若い人にメッセージあげるなんてどうやってあげた方がいいかなって、すげえいいアイデアだったのは、小池百合子さんとヒカキンさんの
コラボ動画だったんですよ。それはすごい。政治の人と YouTube のコラボはやっぱりちょっと新しいんじゃないですか。それはやっぱり若い人でも見られるように方法は間違いなくすっごくいいアイデアだっただと思う。まあ普通に動画としてもすごい面白かったんですよ。だからそれはおお、ちょっと憧れたんですよ。なんかそれはね、イタリアにもやってほしいんですけど。やっちゃったらダメかな。なんかちょっとね、営業は違うかもしれない。でもすごくその言葉を感動してて、あ、まだ日本にいてよかったなって正直思いました。日本人からちょっと気がついたのことはね、今イタリア人って言ったら新しい人にもやっぱりお家族は大丈夫ですか、元気ですかってすぐ聞かれる、心配してくれる。なんか私のことがイタリア人って言ったら怖いわけではなくて、逆に私の家族のために心配してくれるのはすごいなと思った。まあ私の家族はね、ちょっと仕事はね、それもまあみんな通りちょっとなくなっちゃってるなんですけど、パン屋をやってて、今はちょっと短い時間しか今相手しかできないんですけど、みんな元気です。病気になってないから、みんなおばあちゃんまでもマスクしてすごく元気です。特に今年はね、オリンピックのためは、まあ毎年に行ってるコミケ、もうコスプレイヤー絶対必ず行く、大きいな日本のあのコミックスというの、アニメとかや漫画のコスプレのイベントはね、夏からゴールデンウィーク、ちょうど今の時期の、変更して、でなんか、まあ行くっていうか、まあ参加する予定だったなんですけど、そうね、キャンセルしてしまって、すげえなんか詳しかったんですよ。なんかコミケはね、特に、まあ、正直これはね、もう完全にレアだけの声なんですけど、8月じゃないですか。8月はね、ものすごく暑くて、いつも調子悪いんですよ。だから、5月になる、やったって思ったら、ダメになっちゃった。うわーって、ドーンって。で、コスプレイヤーたちが本当イベントがなくなると、なんか、まあ、趣味やってる方は、やっぱりそういう、まあ、好きな時間が、なんか、カットできる、好きな時間過ごせるはちょっとなくなるし、で、やっぱり私みたいに仕事をしてるだと、やっぱりすごく大きいな、なんだろう、大きいな、ちょっと、マイナスっていうか、まあ、仕事も普通になくなっちゃったんですね、とかって思っちゃったし、めっちゃ準備、めっちゃ大きいな、コスプレを作ってて、準備してたのに、ちょっと見せられないなんて、なんかちょっと、悲しいけど、もう来年のために、もう、我慢っていうか、まあちょっと、まあ我慢っていうか、来年のお楽しみみたいな気持ちで、今ちょっと過ごしてます。まあイエーイでね、ちょっとやっぱり気持ち、たまに楽しいけど、やっぱりイベントでファンと会ったり、他の人とね、喋ったり、写真撮られたりね、気持ちは違うから、まだなって、ちょっと早くこの時期終わってほしいなってめっちゃ、思ってます。あとは、まあ芸能活動も完全、私はね、完全に 100% 芸能活動ですよ。たまに聞かれるんですよ。あ、じゃあアルバイトとかしてるんですかとか、どここの会社に働いてるんですか、本当じゃなくて、本当芸能だけ。だから今ね、芸能は特に一番やばいんですよ。エンターテインメントすることは、今 YouTube とか、まあネットにしかないけど、私はいつものジャパンインモーションのレポーター、テレビレポーターしたりとか、まあコスプレのイベントとか、PR とかがすごく多くて、普段。だから、一気になくなっちゃったのは、うわー、ショックだった。だからまあ、今ね、なんかその日本の優しさに関しては、すごく感謝の気持ちしかないです。今ね、すごく大変と思うなんですけど、みんな頑張って、ステイホームにしましょう。もうできるまで、家から出ないように。みんな頑張りましょうね。あとは終わったらみんなまたワイワイとかできるようにちょっと楽しみ待っててください。で、私もなんか今までやってたなんですけど、ゲーム実況も始めたんですよ。ただ、Twitch はこちら。Twitch によってやっぱり外国人たまに多いか日本人が多いか、ちょあるなんですけど、本当マイペースでやってるんですよ。まあよかったらぜひ見に来てください。
でも今ねちょっと頑張って毎週の月曜日の8時、まあ、ちょっと時間変わるかもしれないんですけど YouTube で、ゲーム実況をちょっと頑張ってやりたいと思います。イエイ。ちょっとね、そう、イベントに行けないのはやっぱりものすごく残念ですけど、もう 100% 諦めちゃうのはやっぱりダメんですよ。それはもうちょっと我慢して整理して、でその後はまたバーンって働けばいいと思います。そう、来年のためにいっぱいまた SNS でイベントとかにもね、日本のポップカルチャーとかもっとシェアしたいなと思う目的があるから、ぜひ皆さんも応援してくださいということなので、みんなよかったらもう家でもうこんな時間でこういう感じで過ごしましょう。ちょっと日本語日本語でごめんなさい、マジで本当はそう、いっぱいコメントいただければ嬉しいんですよ。ちょっと頑張ってとりあえず用務と演じ練習できるまでしたいなと思います。あとはまた SNS、Twitter とか Instagram とかもやってますので、ぜひ皆さん見てください。またよろしくお願いします。チャオー。